ジャバミユメコ。ですから私たちでギャンブルをしましょう。私たちの間でハイリスクハイリターンのギャンブルをすれば票は集約できます。ジャバミユメコとスメラギーツキは中間発表で上位に名を連ねる二人。相手として申し分公平を期して私が二人、ユメコが二人選んだんだ。ギャンブルには頭数が必要だから。なるほど。ちなみに全員というのは税金ボックスに銀貨を入れなかった人も含まれるんですか？皆さんもちろん毎ターン5枚すべて税金ボックスに入れてくださいますよね。今回も楽しいギャンブルにしましょうね。お前はお前が破滅させた相手に両親の呵責を覚えるのか？そうですね、両親の呵責がないことに少し呵責を覚えています。気で言っているのか？あなたにも覚えがあるんですか？絶望に沈むその。はい、そうしてくださると嬉しいです。どうでした、スメラギさん？ええ、別に何ということもありませんでした。ただ箱が2つあるだけで。じゃあな。スメラギさん、なんだか私とっても楽しいことが起こりそうな気がするんですね。スメラギさん、どうやらこの中に当たりは5分の1ですからね。無実なのに拷問されるのは遠慮したい。私は21枚になるように書いたつもりなんですが。出たのか、2人以上が裏切るって状況よ。ええ、もちろん。ジャバミユメコだ。逆転？違うな。猛録した俺にできるのはせいぜい足を引っ張ることだ。私たちは今後一切納税しません。みんなで一緒に死にましょう。互いを信用できないからこそ成立する納税の強制だが、ジャバミユメコはそんなギャム。なんだ。なんだか楽しそうですね。ジャバミユメコ様、オバミイバラ様。ギャンブルを企画した時すでにこのことを考えて。その上で声をかけた。違うか。マニューダさんってびっくりするほど鈍感なんですね。もちろんごまかしですね。あのリスクは必ず実現する失敗のギャンブル。でもそれでよかったんです。ジャバミユメコ。正当の意味するものを真に理解できた者のみが正解にたどり着くことができる。これが問題。ユメコはきっと。じゃーん、ギャンブルの招待状です。はあ、もう待ちきれません。まあ、では委員長にディーリングをしていただけるなら安心ですね。嬉しいです。いっぱい楽しみましょうね。我々は結構です。ギャンブルにリスクはつきもの。楽しそうですね。君は合意する？神座のユメコちゃんから反時計回りでよろしく。さてどうしましょうね。とどめ。どいつもこいつもふざけやがって。ちょっとよろしいですか、メアリさんの言うことをよく聞いてください。全員100票書きでゲーム成立。毒で体調が悪くなってなんて言ったと思う？早乙女を呼べばきっと面白くなるだよ。選挙戦はこれからますます加熱する。一度きりしか言わないからね。ユメコ、私は生徒会長になるわ。ユメコちゃん、会いたかった。夢見てさ。今日は何のご用でしょう？実はユメコちゃんにお願いがあって。ん？1日限定の再結成ライブ、お客さんを集めてみんなでギャンブルするの。ユメコ。はい、でもいいのですか？私は13票しか所持していません。まあ109もの票を得るチャンスがあり、しかもあなたの土俵でやろうというんですか。プロの歌手としてとことん自分の土俵で戦うということですね。プライドを切り捨てて必勝がぶつかればどちらかは必ず嘘つきになる。自分の決意を嘘にされるリスク、それってとっても素敵です。喜んで協力いたしましょう。たとえ夢見てさんがどんな手段を使おうとも。あれは役者が違う。猫、あなたが当てて。
では B の皿がデスマカロンです。読みが遅れることはないもの。やはりこの二人は共闘していない。ジャバミユメコは全ての